こんにちは、タミくんです。バラを育ててみたい。今回はバラを育ててみたい方、バラを育てている方、バラに必要な道具を知りたい方、園芸をとことん楽しみたい方、お花界に存在している絶対女王バラ、もうすでに育てている方も多いと思います。また育ててみたいと思っている方も多いと思います。バラは育て方が難しい、どの品種を選んだらいいかわからない、こんな品種が欲しい、あんな品種が欲しいと品種ばかりに目をとらわれがちですが、バラを育てていく上では品種ももちろんですが、必ず作業に必要な道具というのがいるようになります。バラは一見草花のような存在に思われがちですが、れっきとした樹木類です。大きくなる植物なんですね。プラスアルファ、皆さんご存知、バラにはトゲがあります。普通の植物、あそこまでひどいトゲはあまりありません。ということで、バラを何年も育てていくにあたって必要な道具、これを今回紹介したいと思います。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、バラを育てたいなと思っている方がたくさんいることを知っています。バラを買って育ててみたものの、2年、3年、4年となるに従ってどんどん大きくなってしまった。大きくなるとやはり管理をしなくてはいけません。そこで気づくのが、どんな道具を使ったらいいのかがわからない問題。今まで使っていた道具だと到底手に負えなくなってしまいます。その都度その都度購入していくこともありなんですが、実際にバラを大きく育てるのにどれぐらいの道具が最初に必要なのか、揃えておくべきなのか、これは知っておいた方がいいと思います。なぜならバラは苗だけでもまあまあお値段するんですけど、道具にもお金がかかるんです。バラの苗だけ買ってよしというわけではなく、それから先もまたメンテナンスの道具類っていうのを買い揃えないといけないってなると結構負担なんですよね。先に予定の予算だけ組んでしまえば、ある程度の想定内で園芸を楽しむことができます。どの植物もそうですが、管理、メンテナンスを必ずしなくてはいけません。それに対する道具への投資、これは必ず必要になります。あなたはいくら投資できますか？では早速いきましょう。バラは草花ではなく樹木類になります。大きさは大きくなるものからコンパクトになるまで大きく分けて3つあります。1つ目は木立ち性、2つ目は半つる性、3つ目はつる性と、つる性に行くに従って樹高は大きくなっていきます。樹高の大きさによってある程度使う道具っていうのが限られてきます。結論的にはこのつるバラと呼ばれるバラが一番道具を使います。逆にあまり使わなくても済むのが木立ち性のバラ。大きく分けてこれだけ覚えておいてください。いろいろと道具追求しだすとキリはないですが、私が思うバラを育っていくにあたって必要な道具、大きく分けて3つです。1つ目はハサミ、2つ目は手袋、3つ目は薬剤。まあ大きく分けてこの3つです。ポイント1番目、ハサミです。これ、まあ、園芸をやられてる方とか、まあ、園芸をやっていく上でハサミは必ず必要な道具の一つになります。これ勘違いしてはいけないのは、ハサミだったら何でもいいわけではありません。世の中にはいろいろなものを切るハサミ類が存在します。まあ、例えば紙を切るハサミであったり、食材を切るハサミなんていうのもありますよね。ガーデニングで使うべきは園芸をするための園芸用のハサミ、まずこれを使ってください。これ普通のじゃあ紙を切るハサミで植物切れないかと言われると、正直な話切れるは切れます。ですがハサミも傷みますし植物も傷みます。もし興味がある方、一度草花を紙の切るハサミで切ってみてください。かなり切りにくいと思います。また皆さんが大好きな100円均一のハサミ、このハサミで園芸用のハサミというのがあります。これあと実物紹介しますが、この園芸用の100円のバサミ、バラには正直ちょっと使えないと私は判断しております。ガーデニングは何年も何年も長い期間かけて楽しむ趣味だと思っています。ハサミはその中で必ず必要なアイテムの一つです。良いハサミに投資をしておく、これは後々長く続けていく上では必要なことだと思います。長期的に見て良いハサミを選んでください。ポイント2つ目、手袋です。
私ガーデニングをするときに大体手袋をしてガーデニングをします。これまあガーデニングを昔からやってる方で中にはいますが、手でやった方がいいとか、手で触った方がまあなんかこうクロート感があるとかっていうのがあるかもしれませんが、私は基本的に手袋を推奨してます。もちろん土の感覚やら植物の感覚は素手で触った方が分かるは分かります。興味がある方は素手で触ってください。ですが私もそうなんですけど、植物によってはかぶれてしまう方も実際にはいるんですね。あと土で手が汚れてしまうとか、刃物を使った場合に切れて傷ができてしまう。僕は手はきれいに保ちたいんです。の上で手袋は必要なんです。今ではネイルアートを楽しむ女性も増えてきます。ネイルをやっているからガーデニングが楽しめない、これは僕間違ってると思うんですよね。ガーデニングをやるならネイルをやるな、これはかなり間違いだと思います。ネイルをしている人でもガーデニングが楽しめるような手袋を開発するべきだと思います。それぐらい手は重要だと思っております。バラでなぜ手袋かというと、やはりトゲです。バラのトゲ、思った以上に刺さります。バラを管理するには剪定という切る作業が絶対に必要になってきます。で、切る時に枝を持たなくてはいけない、また切ったバラの枝を持って捨てなくてはいけないっていうのが必ず発生します。トゲがある枝をつかめる手袋、これが必ず必要になります。バラ用の手袋、大きくは革の手袋を推奨されます。あとゴム手袋の厚手のもの、これも案外とトゲを通しません。まあ、このような手袋は一つ持っておくことをお勧めします。ポイント3つ目、薬剤です。まあ、薬剤というのは園芸用の殺虫殺菌剤みたいな薬のことを言うんですが、もう正直言いましょう、バラ 99% ぐらい病害虫にかかります。それぐらいちょっと弱い植物なんですね。逆に何もしなくて何もつかなかったっていうケースもあると思います。ということで 1% 取ってあるんですが、まあ大体つくと思ってください。その病害虫、まあ、何が出るかわからないっていうのもあると思います。で、出た時に都度都度購入するっていうのも、まあ、ありだとは思いますが、皆さん忙しいですよね。病害虫は出た時にすぐに対処できる方がベストなんです。むしろ出る前に予防しておくのもベストなんです。ということでバラをやられていれば殺虫殺菌剤みたいな応急処置が取れるものを1本持っておいた方が私はいいかなと思います。薬剤を使いたくないっていう方もいると思います。まあそういう方は天然防除剤みたいな有機質で作ってあるものもあります。そういったものも持っておくといいでしょう。ということでここから先は実物を見せながらもう少し深く深掘りしたいと思います。では早速いきましょう。はい、ということでバラの道具の回です。よろしくお願いします。渋さん、よろしくお願いします。さあ道具類ですね。道具大好きです僕僕っていうか結構道具やってほしいみたいな人も多かったりするし、道具ってやっぱ奥が深いのと、その種類が多いじゃない。多いですね。多分わかんないと思うんだけど、例えばホームセンターとか行ってハサミ売り場見るとハサミってブワーって並んでる。あー、いっぱいいっぱい。形もそうだし値段もそうだし、あれどれがいいかってわかんないでしょ。確かに分かんないと思いますね。園芸初心者の人でなんか数本だったらなんとなくこれでいいかなんだけど、本当にホームセンター行くとピンキリでもうズワーってあるね。極端に安いやつとかなんかバカ高いやつとか、どれを選んだらいいか問題ってあるんですけど、道具類ですね、これからもうどんどんとこのチャンネルではやっていきたいと思いますが、今回はバラに対してっていうところでいきたいと思います。大きく分けて、まあ、ハサミの種類ですねからいきましょう。僕が持ってるので、まあ、これですね、よく登場するのがちょっと汚いんでまたメンテナンスしますけど、この形状、まあ、極端にこれ細いんですけど先がちょっとスラーっとしたスリムのハサミ、まあ、目切りハサミって言います。漢字で書くと目を切るハサミっていうところで、いわゆる細い部分を切るハサミっていうところですね。よく使います、草花使うときに。でもう一つは剪定ハサミ、これ剪定ハサミじゃありません。剪定バサミっていうのは、はい、こういう形をしたやつですね。この R ちょっと、うんうん、R になったこうよく開くみたいな。刃が太いですね。刃が太いですね。ごついというか、うんうん、これがいわゆる剪定バサミ。もう一目瞭然で形の違いが分かると思います。
で、まあ何を意味するかって言ったら、簡単には細いものを切るよ、太いものを切るよ、逆のことができないです。これで細いものを切ろうと思っても切れなくはないですけど、かなり切りにくいですね。これはここの根元、テコの原理というのかな、で大きなものが軽く切れるような形状になってるんで、この先っぽで細かいものを切ろうと思っても全然切れないです。切りにくいです。逆に目切りバサミはこの中間から先端ぐらいでパチ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 と細々と切れるっていうメリットがあるので、この辺よく使うんですけど、この辺の根元で太いものをグッとやると、まあ歪んでしまったり、下手したら切れ味が悪くなっちゃったり、刃こぼれしたりするので、使う位置と使う目的合わせて選んでほしいんですが、バラでは基本的にはこの2ついると思ってもらった方がいいです。木立ち性のバラとか、つる性、半つる性、特につる性の植物は確実に剪定バサミは必要かなと思います。で、いろいろ売ってますということで、ちょっと見てください。何で笑ってる、いっぱいあります。何で笑ってるかというと、はい、この3つが100円均一です、はい、これダイソー、ダイソー、はい、ダイソー来ましたね、うん、はい、まあ、分かりやすくいこうか。これが園芸用って言われるやつの、はい、目切りバサミ、剪定バサミ、はい、こんな感じですね、はい、でこれダイソーにも実はですね、ガーデンハサミとか書いてあるんですよね、これ、うん、グリーン園芸バサミ大とか、買っちゃいたいよね、100円だから。で今ので言うと、目切りバサミって言ったら、まあ、ガーデンバサミのこれやないかって感じや、ハサミの形状は、はい、で剪定バサミって言ったらこの形、あれの形状、これでいいんやないかと思われがちでしょ。で下手したらこれ普通のハサミです、これ紙を切るハサミ、はい、はい、っていうところで、まあハサミならどれでもいいんやないかと、これ100円均一でいいんじゃないかと思われがちですが、まあ、すぐぶっ壊れますね。すぐぶっ壊れます。ちょっと当たしてみましょうか、これ、はい、昨日ダイソー行ってきたんだよね。このためにダイソー常連だよね。これハサミ、はい、おー、いいですね、紙を切るハサミですね。でこれバラを持ってきました。ちょっと切ってみましょうか。あ、試しに、はい、試しに、まあこの細い方ね、おお、切れますね、切れますね、切れます、切れます、うん、ちょっと太くなります。おお、切れますね、切れますね、切れるけど歪むんですよ、こうやって。あ、本当だ、うん、ちょっと力を入れないと切れなくなるんですね。こうなるんです、なっちゃうんですよ、こうやって。あ、歪んでっちゃうんですよ。で太くなればなるほど力を入れるんで、もう歪むんです、これ。こうやって、でこれ繰り返していくとぶっ壊れます。っていうので、まあ紙を切るハサミ、これほんとおろしたてなんで切れるんですけど、これもう10回ぐらい使い出すともう切れなくなりますよ。結構早いですね、切れ味も悪くなっちゃう。で錆びたりとかって、まあ、これステンレスなんでこれは錆びにくいかもしれないですけど、あくまで紙を切る用なので紙を切ってください。じゃあこの園芸スリムバサミいこうじゃないかと。そうですね、まあここにね書いてあるんですけどね、一応これ太い枝や硬い木材を切らないでくださいね、太いの切っちゃダメですよって書いてあります。でも案外切っちゃうんですよね、これしかなかったら。こういう太くてもいっちゃえみたいな。ちょっと切ってみますか。まあ、あ、切れますね。お、やっぱりね、さっきより歪まない、ここは、うん、お、歪まない。さっきのもグニャンってなっちゃったんですけど、案外歪まないですね。あ、うん、さっきのよりは切りやすそうですね。さっきより切りやすい、ちょっと太くなりますね。あ、切れるは切れます、うん、なんですが結構力がいるんですよね。簡単に切れてるように見えるんですけど、案外力を入れてますっていうところで、切れなくはないですね。ここまでは切れます。ちょっとね、ここ辺までの太い枝になってくると、うん、力が、そう、力は入れるのと、これ断面見てもらうと分かるんですけど、切れ味が悪いんで
潰れちゃってるんですよねこれ結局。そうですね、この繊維っていうか、こうなっちゃったほら、うん、潰して切ってこうやってグニャって切ってるみたいな、うん、って感じでなってるんで、断面がきれいに切れない、いろんな組織を潰しちゃってるんで結局傷んでくる可能性もあります。もう切るのはスパッと切ってあげてください。植物切るときは何でもそうですけど、どっかが切れてなかったり、こう繊維を潰しながら切るってなると、そこから枯れ込んでくるっていう恐れがあるので、傷口はとにかく綺麗にスパッと切ってあげた方が傷の回復が早い植物になりますんで、やっぱりちょっと偉いかな、うんうん、草花切るぐらいだったらいいかもしれないです、はい、であとこっちの剪定っぽいやつ、これよ恐るべきは。おお剪定バサミの形しとるやん、はい、してるんだけど、うん、ここに書いてある切断能力5ミリ以下ってちゃんと書いてあるんですよこれ。ああ本当ですね、5ミリってさ結構細いっすよね。細いよこれね、見て笑いちゃった俺。太さ5ミリを超える生木は絶対に切らないでくださいって書いてある。じゃあこれ結構ギリギリじゃないですかこのバラ。いやギリギリっていうか、このなんかもう絶対切らないでくださいって、そのなんか言い切ってるのが潔いなと思って、うん、こっちはね書いてなかったんですよ。まあそうですよね、これこっちのガーデンバサミが切断面どこまで OK っていうの書いてないんですよ、ちょっとグレーゾーンで、うん、だいたいね良心的なハサミメーカーさんは何センチまでの枝を対象としてくださいって書いてあるんですよ、ドレスぐらい以下、これちゃんと書いてあります。5ミリ以下、おおおお、チープ笑っちゃいかんね、ダイソーだって使えるときは。おお、多分これで5ミリぐらいですね、これでちょっと5ミリ、これで5ミリぐらいですね、これでもね、うん、潰してる断面ちょっと潰れてるでしょこれ。そうですね、綺麗じゃないじゃん、うん、ほら分かるよこれ、分かります、分かります、潰してるほら、うん、潰して切ってるみたいな、もぎ切ってるみたいな、うん、ほらほら繊維残っちゃってるこういうところね。なのでこれで5ミリなんで、まあ、こういうの切っちゃいけませんよって、切れるんですよこうやって。あ切れたもう断面見てくださいこれ、はい、ほらもうボロボロでしょ。そうですね、だいぶ傷んでますね、傷んじゃってるじゃんこれ、無理やりこう押し切ってるみたいな、潰しながら切ってるから、ほらこれ繊維が残っちゃう。なんで残念ダイソー、バラを切るハサミには向いてませんということで、草花を切る程度だったらまあ使えるかもしれませんけど、まあハサミっていうのはそういうちょっと値段相応部分のところがありますね。でこれが園芸用のハサミです。まあどっちかって言えば結構良心的なやつを持ってきました。はいはい、ね、有名どころでこのクラフトチョキとか、はい、まあ、おかつねさんとか、まあ、結構有名どころの、これ目切りバサミですね。これ開けてみようか。クラフトチョキなんかはこれすごい細いやんこれ。なんですけどね、案外結構綺麗に切れるんですよこれ、うんうん、目切りとしたら。ああ、あのね、大事なのはフィット感、うん、これはねでも持ってみんとわからないんで、良心的な店はなんか1個サンプル出しておいてほしいですね。あーいいですね、売り場に、うん、これもそうですけどすごいね手が痛いんよこれ、はい、持ってもらうとわかるんですけど、こういう手の骨に当たるとか、うんうん、持ちにくいとかで、園芸ってやっぱりこのハサミを持つ時間ってトータルしたらめちゃくちゃ長いのね。なのでなぜいいハサミを使わなくてはいけないのかっていうのは、切れ味とかもそうなんですけど、やっぱり作業のしやすさとか快適さとかってすごく重要で、めちゃくちゃ軽くて手にフィットするで、これかなり女性持ちやすいと思います。で、まあ、ちょっとこれは細い目切りなんであんまり太いのいけないですけど、もうね全然違う今ねやってみると分かるんだけど、もう巣ですよ、巣、うん、早い早い、サクッといってますね。サクでしょ、サクだもん、うん、ほら
全然力入、うん、力全然入らないっていうぐらい、切れ味もいいし軽いし手にもフィットするっていうところで、だいたいこれがね1500円ぐらいかな、これなんですが、このダイソーさんの100円と比べたら15倍の差ですけど、はい、完全元取りますよ、うん、やっぱね痛い、うん、ここが痛いっていうのと、やっぱ力がいる、ちょっと多分2倍ぐらい力いります、1個切るのに。で相当なもんなんで全然違います。であとはおかつねさん、このハサミも有名ですね、切り花ですね、どっちかっていうとね、はい、切り花で有名、この紅白。なんかおかつねさんが最初なのかわかんないですけど、真似てみんななんか紅白でチープなハサミ出すところ多いんですけど、僕これは本場だと思ってるんですけどね、この紅白バサミの。ここにね、おかつねさんちゃんと刻印が打ってあります。おかつねって漢字で書いてありますね、うん、そう。でこのハサミも良いハサミで、はい、あー気持ちいい。サクッといったですね。クラフトチョキよりも切れるね、うん、軽い、全然力入れない、もうなんなら小指で切れろ、小指で切れるね、これ小指で切れるもん、うん、はい、この力がいらない感じが伝わってきますね。いや、ほんといらないわ、これこの先端で切っても力いらない、うん、うん、で、まあ大体でも1センチまでは切れないと思うんですけど、これぐらいの枝だったら全然サクサク切れる、うん、サクサクサクだよこれ。気持ちいい。気持ちよさそう。いや、こういうの使うと本当にね、こういうハサミ使えなくなる、うん、うん、で、おかつねのハサミこれで、ね、1000円ぐらいなんですよ、確か。そんな高くないでしょ、言っても、うん、そうですね、ね、1000円1500円程度でもう何年も快適に持つんであれば、まあ、この辺クラスは持っといた方がいいかなみたいな。草花でも使えますんで。でバラも太いのを切るばっかりではなく、ミニバラ系統になるとやっぱ細い枝が中心になったりするので、あの目切りバサミでその辺は対応してください。でちょっと太くなってくると、まあ剪定バサミですね、今度は剪定バサミ系はこのハサミですね、形状ので、これね、書いてあるんです、これ直径 15mm、はい、うん、1.5 cm までいけますよみたいな。でこっちもまあ 1.5 cm までいけますよ、同じやないかみたいな感じなんですけど、まあ一目瞭然で、ね、ちょっと作りですね、この柄の部分の、はい、ここは強度がありますよっていうところなんですけど、切れる目安としたら一緒で、まあ初心者とかそんなにいきなりこれでね4000円ぐらいしちゃうんですよ、はい、うん、そこまでちょっと出せないなと思ったらワンランク下でもこれで2000円ぐらい、うん、十分切れます。まあハサミの目安としたら、園芸でそれなりのハサミだいたい1000、まあ、2000円前後かぐらいのハサミ選んでいただければよっぽど切れると思います。あ、これいいね、そんなに大きくない、このね僕のはねちょっと異常なんですよね、こんなん使わなくていいです普通の人は。こういうのにそう憧れて買っちゃうんだけど、やめた方がいいですね最初は。ほんとね、買って損する時あるんですよ、これ高くていいハサミだしとか、カメク持ってるしと思うんだけど、はい、こんなに手を広げるって女性だとすごく偉い、めちゃくちゃ偉いよこれ、僕でもいっぱいぐらいじゃん。やっぱ小型で収まる程度と、やっぱりこう大きくない分軽いんですよね、うんうん、持ちやすくて軽いなるんで、こっちと比べてこっちもね重量あるんですよ。ちょっと持ってみてもらえる？いいですか、まあ、それなりに重さがあって、あ、全然違いますね、倍ぐらいは違うと思うね、倍ぐらい違います、うん、これを持ち歩くってなってくるとなんかちょっとね疲れちゃうと思うんで、まあ、最初はこれぐらいでも十分です。まあ、これぐらいの枝だったら5キロかな、うん、簡単に切れますね。これで大体どれぐらいなのよ、これ 1.5 ミリって言われても分かんないよね。これ大体6ミリぐらい、はい、うん、この枝でこの倍ぐらいはこれで切れるってなったら、まあ結構な太さまで切れますよ、うん、多分これぐらいでいけるんじゃないかな。根元ね、
これはこういう先じゃなくて元までグッとしっかりやってあげてザクッと切ってあげる、うん、これでだいたい1センチぐらいですということはもう5ミリいけるってなったら結構太いね 1.5 ミリって言ったらそうです ね結構太いですねわりかしいけるんで 1.5 ミリぐらいの切れるぐらいの剪定バサミ、まあ、これがあるといいと思います。目切りバサミと剪定バサミまあだいたい1000円から2000円ぐらいのものをまああるといいかなと。まあこれバラ以外にももちろん使えますということで、まあ予算を取っておいてくださいと。これがつるバラ特に4年5年経つとこれだと切れなくなる枝が出てきちゃうんですよ。もっと太くなるってなってきたら今度はノコギリ、はい、ノコギリもまあ樹木類がある方でしたらあった方がいいかなっていうところですね。でこれちょっとまあコンパクトな方ではあるんですけどもっとコンパクトなのもあります。ノコギリがあるともう結構な太さまで切れちゃいますんで案外こうなんかこれでめちゃくちゃ太いやつをこうガリ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 ってやる人いるんですよ。半分切って半分切ってやるよりもノコギリでキコキコやった方が結果早くて楽です。 1.5 ミリを超えちゃいけないよっていうハサミで3センチも4センチもあるやつをこう切ろうとすると切れなくはないですけどこれが今度やられちゃいます。ハサミがダメになってしまうのでやっぱそこは無理しずに簡単なノコギリ、まあノコギリもピン切りなんですけどまあ大体1000円から2000円前後かなぐらいのものが1本あると重宝しますんで切るものといったら目切りバサミ、剪定バサミ、ノコギリ、まあ、これぐらいあるかな、あるといいと思います。はい、続きまして手袋です、はい、はい。手袋は僕は推奨派なんで僕ね手自慢じゃないですけど綺麗なんですよよく言われるんですけどなんかすごいこう園芸やってる人って手がちょっとこう汚れてるとか切れちゃってる傷があるとかっていうイメージなんでしょうけど僕綺麗なんですよね。やってないんじゃないか説があるあんま働いてないんじゃないか説があるんですけどまあ誤解ないように言いますけど、まあ、一応20年ぐらい現場でやってました。でなんでこんな綺麗かっていうと常に手袋してます僕。そうですね、うん、荷物運ぶ時もそうなんですけど常に何かしらの手袋をして僕は作業をします。まあ、やっぱり汚れるっていうのと傷がついて切れるとかあと植物によってかぶれる僕なんか知らんけど1個ねかぶれる植物があるんですよ。でそれがやっぱりかぶれちゃうとこういうとこまで広がってっちゃうみたいなで長袖着てたり手袋してたりっていうのも常にしてます。で女性だと今だと本当にそのネイルをやられてるとかあとやっぱ水作業するんで手が女性の方荒れるっていうのもなんかそれが原因でガーデニングやりたくないっていう風になってほしくないなと思うんですよね。うん、ってなったりするんで手袋してください。でバラですよ、はい、トゲですよ、うん、これまああんまりちょっと今トゲがない種類になるのかななんですけど、まあ、こうやってトゲありますよね。ありますね。どうしても、はい、トゲよ、うん、トゲがあこれは刺されにくいな。さすがだな。これね表面がちょっとね人工の皮なんですけど。そうですよね、皮加工したら、うん、おこれ優秀だな。で大体の手袋が園芸用の、はい、まあ、こういう手袋だと思うんですよね。ちょっとゴムがあったりこう背抜きがあったりで、うん、で薄い厚いあると思うんですけどこのガーデニング用の手袋これはね刺さります。はい、これクラスの手袋類だとこれをギュッと持つとあー痛いってなるの今の素のリアクションじゃないですかなる、まあ、なるかなどうかなみたいな感じでやったんだけどいや痛いですね。やっぱり簡単に貫通します。はい、はい、なのでいつもこれでやってるからこれでいいやと思ってバラを触ると、まあ、簡単に貫通しますよ。はい、で剪定するときにやっぱり何も持たずにパチンパチンってやらないんですよね。必ず持って固定してからこうやる。こうしないと逆に切れ味悪かったりビヨンビヨンってなってると力がプラスアルファでいるんでちゃんと固定してから切るっていう作業をするので枝をどうしても掴まなくてはいけないとか混み合ったところに手を突っ込まなくてはいけないってなってくると
必ず刺さります。女性の皆さんの手は綺麗でいてほしいので、こういう手袋持ってると思いますけど、バラの作業には向いてません。じゃあどういうものが向いてるかというと、まあ僕じゃこれさっき革のってなったんですけど、ちゃんとバラ用手袋っていうと、まあ、これ、まあ、たまに使ってますけど、革ですね。これ分厚いですね。分厚い、もうここまで来ると最高だね、もう全然にぎにぎしても全然痛くない、突っ込んでも全然痛くない、っていう、まあよく剪定をされる場合とか、パンツルからつるバラ系ある方は革の手袋1個あるといいかなと思います、将来的に。まあミニバラとか木立ち製だったら、まあ、ぶっちゃけここまでなくてもいいかもしれませんが、大きくなる系は必ず手を突っ込まなくてはいけないとか、長い枝を処理した時に持たなくてはいけないっていうのがあるので、革の手袋もしくはこれね、どうかなと思って買ったんですよね、はい、ダイソーで天然ゴム手袋、ああダイソー、はい、これ園芸用ではないですけど、まあ一応園芸って書いてあるか、お掃除とか洗車用の、はい、ゴム手袋でも熱いもの、あれ純平くん熱いやつ買ってたよね、こないだ買った、そうそう、のあの畑でさ、はい、やったやつ熱かったじゃん、あれ、あれ多分大丈夫だと思う。本当ですか、うん、このゴムでもさっきの このコートはちょっと違って、もっと分厚いゴム手袋っていうのが、はい、まあ、園芸用で売ってるところもあるか、園芸作業用で。でゴム手も案外と通しません、はい、ちょっと当たるかな、あちょっと当たるかな、でも気持ち、ブスッと、まあ言うてもこれ100円のやつなんで、なんですけど、ゴム手袋の厚めっていうものを使っていただければ、案外とバラのトゲって通さなかったりするんで、ちょっと厚めでもいいかもしれません。僕今やってる手袋結構厚いんですけど、それなんですか？ユニクロです。あのね、悪くはないかもしれないですけど、はい、あの引っかかった時にほつれて破れる可能性はあるですね、こういう医療用っていうのかな、医療って、あのちょっと触ってみてもいいですか、これ触ってみてもいいです、この辺をちょっと握っと、ああまあ全然これだったら大丈夫ですね、刺さらないですけど、ちょっと横が怖いですかね、横の、そう多分ね、なんか引っかかっちゃってこうビーってなんか糸が出ちゃったりとか、傷ついちゃうっていうのかな、なんで医療ってこのファッションとかね、はい、それで使う手袋は、まあ、使わない方がいいと思いますよ、やっぱダメになっちゃったりとか、やっぱ作業用ではないので傷がついたりとかちょっと使えなくなってしまうと思いますんで、手袋をバラ用選ぶんだったら革手を1個持っておくか、まあ、ゴム手のちょっと厚いものっていうものをおすすめします、で、できれば試着してください、はい、これ結構重要、特に革手、革手袋ってフィットしないと自分に、もうゴワゴワのぶっかぶかだったりとか、なんかもう手がさモンスターの手みたいな感じで手袋だけがかさらでかくてさそういう手袋でやると今度ね、はい、作業できないですよねぶっかぶかでなんかこう、はい、持てないぞとかさ、こう細かい作業ある程度やりたいのにつかめないぞとかってなってくるんで、あの試着して買うと本当はベストですね。で僕のおすすめ、ワークマン、ワークマン、はい、ワークマンいいねワークマン興奮するこれワークマン、はい、ワークマンはねさすがよ、あれ園芸用ってあんまりなさそうに見えるんだけど、園芸で使えるよって結構売ってるよね、はい、うん、ホームセンターよりも断然ワークマンだね。あ、そうなんですか、うん、手袋選ぶでもホームセンターの人を聞いてたら怒るかもしれないですけど、はい、もう全然ワークマンの方がまず試着できるのと、手で、はい、種類がめっちゃ多い、革手袋でも10種類ぐらい平気であるんじゃないかな、あるんですよ、価格帯もいろいろあって、で高くないし、なんで革手袋を選ぶなら僕案外ワークマンありだと思ってます。女性の方も一回ちょっとワークマン、今あれやん、ワークマンプラスっていうなんかちょっとおしゃれなワークマンあるやん、ありますね、まあ、ちょっと入りやすく最近なってたりしますんで、ぜひともワークマンに久しぶりっていうかワークマン推しあんまりないんだけど、ワークマン結構手袋
系はすごくいいなと思いましたんで。他にもいっぱいありますよね、服でも。だってめちゃめちゃあるよ。僕防寒着とか実際このインナーとかワークマン。ああワークマン、ワークマン、うん、だってもう最強じゃん。あったかいし安いですよね。そう本当にユニクロもいいんだけど、やっぱ防寒とか作業ってなってくるとやっぱ特化してるところの方がいい感じにポケットがあったりするありますね。実際ここはポケット欲しいなみたいな、ファッション的にはなくてもいいかな、だけど作業的にはやっぱポケットの量多い方がいいよねとか、うんうん、あるじゃない。なんでワークマンぜひともよろしく。ワークマンの CM 出てえな。園芸で出たいな、ワークマン頼むよ。でもあれ園芸部門みたいなのあるんですかね、ワークマンの中でも。まあ、一応ね、畑作業とか農作業は結構作業的にガチなんで、なんかあるかもしれないですね、そっち系は。ガーデニング部門で出たい、うんうん、ワークマン、ワークメンと呼んでください。ワークメン、ワークメンと呼んでください。ということで手袋でした、はい、では3つ目いきましょう、はい、3つ目は薬剤。薬剤、はい、薬系ですね、まあ、僕薬系はまあまあ詳しいんで紹介の方ですねしときます。はい、じゃあ薬です。まあ大きくバッと持ってきました。とりあえず優先順位からいくと、はい、まあ、僕が勝手にですよ、初期投資としてなるべく抑えたくてでも持っといた方がいいかなと思うのがこのハンドスプレー系の殺虫殺菌剤、はい、まあ、殺虫殺菌剤は何かって言ったら虫を退治するっていうのと菌、病気を退治するっていうのが、まあ、今メーカーさんいろいろ売ってます。まあ、例えばこう食品原料 99.9% みたいな、まあ、優しい系っていうのでも殺虫殺菌剤あったりとか、まあ、ちゃんと効きますよっていう薬系でもあります。でこの殺虫殺菌剤系のスプレー系っていうのはとりあえず応急処置ってね出てくるんですよ。つかないだろうとかついてないからいいだろうでパッて見たらあれみたいな、一気についてるやんみたいな、バラは結構起こりますとか、なんかポチポチとあれ黒い点々出てきたがやとか、なんか白い粉吹いてきたがやみたいなっていう時に、気づいてから処置をするまでの間がどんだけ短いかというか、処置がどんだけ早いかでその蔓延するスピードって変わってくるんですよ。まあ今ね流行ってるなんとかウイルスがあるじゃん、人間でも、うん、ね、あれ系も措置が早ければ早いほどやっぱ広がらないんですよね。っていうのも植物一緒です。このハンドスプレー剤はそのままもうシュッシュでいける、薄めなくてもいい。で総合的にとりあえず効くもの、ピンポイントの虫用っていうのを買い揃えていくとやっぱコスト高くなっていっちゃうんで、まずはよく出る虫病気、だいたいでもね今のメーカーさんの虫病気系はこの後ろ見てもらうと分かるんですけど、このバラって書いてあるやん、はい、で登録ってここに何が効くよって書いてあるんですけど、バラの登録はかなり取ってるものが多いです。この辺もそうだし、うん、こっちか、こっちのロハピっていうのもバラの登録でこんだけ取ってるんですよね、はい、うん、なんで殺虫殺菌剤だったらまあほぼほぼバラ使えるんじゃないかと、まあ、一応後ろ見てくださいっていうところなんですけど、持っておいてください。まあこれ大体1000円ぐらいです。余裕がある方は予防剤、うん、でこの辺ですね。まあこれバラの回で昔出したと思うんですけど、売れてないけどすごいよっていうやつね。これあとおなじみのオルプラの DX タイプの方っていう方は初期予防、まあ出る前ですね。まあ出る前にでも投資できる人って少ないんですよね案外と。どう、まあ、出てないけどかけとくってなんかちょっとなんだろうな、まあワンチャン出ないんじゃないって思うじゃん。僕そう思っちゃいます、ね、出なきゃラッキーだから使わなくていいよねっていうので、予防剤って案外かけなさ気味なんだけど、やっといた方が本当は断然と初期防除っていうのはかなり防げるんで、まあ、心配な方はとかどうしても虫嫌な方は使っておくといいと思います。であとはピンポイント用、まあ、よく出て困るやつ、特に植木鉢でプランターでやられる方はこのコガネムシの幼虫系が、出たりするんでダイヤジの持っておくとか、まあ3、4年、4、5年経ってくるとカミキリムシの幼虫っていうのが、まあ、茎に入りやすくなったり出てくる可能性があるので緊張類というのもあるといいかなと思いますが、
まずはこっち系一本常備っていうところで持っておいてください。はい、では最後です。まあ本当にね、あの道具類とかなんか必要なものって言うですときりがないんですけど、まあ、あった方がいいんじゃないかっていうのは、紐類ですね。紐、はい、紐類、バンド類です。ここにまあちょっと出しますけど、はい、支柱を立てた時に支柱とバラの茎を結ぶものっていうところですね。で、大きく分けてはつるバラと半つる製のバラには使います。まあ、木立ち製のバラとかはまあほぼほぼあんまり支柱立てっていうのはやらないと思うんで、この辺はいらないと思うんですけど、長く伸びるものに関しては留めるものっていうのが必要になります。まあ、一番コストが安いのは紐、麻紐系は茎に優しい、あとまあ処分もしやすいっていうところで、あの重宝するんですけど、紐なんで切って結ばなくてはいけない、ちょっとめんどくさいっていう感じになってしまいます。っていうところで使ってくるのがよくあるのがビニタイね、もうタイタイって書いてありますけど、ビニールのコーティングがしてある中にこう針金が入ったやつですね。こういうやつです。グリンって曲がれます。はい、はい、これをグリ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 ってやって止めるタイプですね。まあ、ここでちょっとおすすめが第一ビニールさん、バラ用柔らかバンド、これが案外と使いやすい。これ針金なんですよね。はい、針金ぐるっと巻ける、まあビニタイみたいな感じです。簡単に言ったらこっちの大きく違うのが、こっちの方がビニールコーティングがしっかりとされていて、あの針金の中の針金もしっかりとしたものが入ってるので、バラってやっぱり1センチ超えるような枝って平気で出てくるんですよね。ツルバラ、半ツル製のバラで、この細いビニタイだとどうしてもビニタイが切れるってことはあんまりないかもしれないですけど、このコーティングがビニールの剥がれちゃって、中のこの針金がむき出しになってしまいがち、針金がむき出しになってくると茎との間で擦れちゃったりとして傷ついちゃう、で病気が入ったりっていうケースもあったりするんで、これぐらいコーティングがしっかりしてあってしっかりとした針金が入ってるものでやってあげた方が固定もしっかりするし、まあ、この木の幹にはいいよっていうところですね。うん、うん、で案外とこのね摩擦力っていうのがあって動かないんですよこれ、うん、としっかり止まるっていう良さがありますね。どうしてもねビニタイはツルツルなんで、ここがブレちゃう、ね、そう、ここがどうしてもこうなってっちゃうと風とかで、まあ、コーティング剥がれてやっぱりこう鉄がむき出しになって、こう鉄でゴーシ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 みたいな、うん、擦れちゃう、はい、っていうのを防ぐことができたりするんで、まあこれわりかし優秀でしたね。これねダイソーで同じやつ見つけて、実は去年かな、あの買ってやってみたんですけど、はい、ダイソーの柔らかバンドはちょっとね中の芯がしっかりしてなくて、こうやってグッて曲げるじゃん、うん、曲がるじゃんこのまま R で、ダイソーのやつは曲げると半分ぐらいビヨーンって返ってきちゃうよこれ、うん、中のね鉄線がしっかりしてなかったんで、まあ、ちょっと使いにくいなと思って消化するのやめました。これはねちゃんと曲がったところで固定できる、ダイソーねビヨーンみたいな1.5 倍こっちに引っ張っとかないといい位置で収まらないみたいなっていう、ちょっと使いにくかったんでやめましたけど、あれでもね半年前にはあったんだけど先日行ったらなかったっすね、うん、もう時期で置いてなかったのか、まあ、やめちゃったのか分かんないですけど、はい、第一ビニールさんの柔らかバンド、これサイズがもう一個太いバージョンがあるんですけど、この直径 2.5 ミリってやつが使いやすいです結構。っていうところで紐類ですねっていうところがあるといいんではないかというところです。ということでざっくりとですけど、ハサミ、手袋、薬品、まあハサミは2000円ぐらいと言ったんで、両方買ったらまあ4000円ぐらいで、手袋もピンキリですけど、革の手袋、まあ、これちょっと高いやつなんだけど、ワークマンで買うとだいたい1000円から1500円で革手買えます。はい、まあ、ちょっと良くなって2000円ぐらいかなっていう程度で買えますんで、革手準備できます。まあ、ゴム手袋になってくると1000円以下で買えますっていうところですね。で病害虫殺虫殺菌剤どっか1個持っていくと1000円、
なんで、まあトータルしてハサミ2本とスプレーと革手を買うと6000、7000円ぐらい、うんうん、ぐらいは投資しておいた方が、あのすんなりと作業と防除の方ができるでいいかなというふうに思います。はい、ということで今回の川目くんのデイチャンネルはバラに必要な道具をご紹介しました。よかったかなと思う方ぜひともグッドボタン、あとコメントの方もたくさんください。カメくんガーデンチャンネルではこのように初心者の方が植物をガーデニングをするのに必要な道具類、資材類、これなんかも詳しく紹介していきます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。またメインチャンネル以外にもサブチャンネルやツイッター、インスタグラムやっております。 SNS 概要欄の方に貼っておきます。この後は大好評の余談です。おまけトーク余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さてバラの道具でした。はい、道具はいいね、いろいろあって選ぶの楽しいですよね。楽しい、選ぶのも楽しいんだけど、僕は特になんだけどメンテナンスをするのが楽しくなったりする。あ、メンテナンス、うん、分からんかまだこの楽しさがなんか油さしたりみたいなとこですかね、磨いたりとか。そうそうそう、それはなんでやるかって言ったらやっぱりいいものだからなんですよね。はい、多分ダイソーのハサミを研ごうって思わないですよね。まあ思わないでしょ。ダイソーのハサミを油刺すのに、あの1000円の油買うかって言ったら買わないや。そうですね。まあもう一本買った方がいいやってなったりするじゃん。ですけど、なんかいいハサミとかいい道具って持ってるとやっぱ長年使えるんですよね、うん、もう10年も20年もってなってくると、メンテナンスをして管理していくっていうのかな、でだんだん愛着が湧いてくるよね、その道具に対して。でこういうのもガーデニングのちょっと良さでもあったりして、なんか身につけるものとか道具類にも愛着が出てくると、なんか作業が楽しくなるんですよね、うん、なんかこう油刺してさ、こうやってシャッてたらさ、おお切れるようになったやんみたいな、しめしめじゃないけど、うん、でだんだんとこうやっぱこのハサミに合った感覚って自分がなってくるんで、持った感だとか持つスタイルっていうのかな、なんで自分流にだんだんとこう馴染んでいくっていうのかな、で道具類あるので、ぜひぜひその道具はまあやっぱりちょっと紹介やっぱりしてた方がいいですよね、うんうん、これ今回バラですけど他に例えばなんだろうな。そうですね、なんかガーデニングスタートに必要な道具とか、うんうん、今回スコップとかさ、うん、いろいろやらなかったじゃないですか、このいろんなこう道具がありますけどどれがあった方がいいですよみたいなとか、まあ、これだったら100均でもいいかなみたいな、うん、とかってあると思うんで、その辺も詳しくやっていきたいと思います。このハサミをね、僕ツイッターかな、ツイッターでこのダイソーのハサミ買いましたみたいな感じで、これあんまりバラによくないですよねみたいなツイート多分したと思うんですよね。したらなんかね、何名かはでもやっぱりダイソーのハサミ使ってますっていう人から DM が来て、はい、DM っていうか返答が来て、まあ、やっぱそれなりに使ってますっていう方が結構多かったりするんで、使えるところはやっぱ使えるし、もうそれ使っていくにあたってこういうデメリットもありますよっていうところもまあちゃんと言ってあげた方がいいかなみたいな感じがしましたね。なんか消費者のやっぱり、あと視聴者さんのコメントとかっていうのはすごくためになるというか、うんうん、僕はあんま買わないもんだって正直、うん、だってあるじゃん。まあまあいいのを使ってたりいいのあればで、その一応ネタというか、その視聴者さんに分かりやすいようにさ、やっぱ100均でやってる人もいるんだろうなと思いながら、うん、実際のところやったら、まあ、まあまあいたみたいな、うんうん、感じがあったりするんで、皆さんがとか初心者の方がやっぱりよく使ってるようなものも検証みたいなものっていうのもしていきたいなと思いますんで、コメントやその SNS とかなんかで、投稿していただけると非常に参考になります。ということで、バラの会、道具の会、まだまだ続きます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。